は、は、塩野です。インスタライブお久しぶりです。こんばんは。はい、ということで急遽ですけども、インスタライブ始めていきたいと思います。なんといっても、なぜ始めたかというと、まあどうやらですね、僕が生まれて1万日経ったみたいです。はい、これね、インスタじゃなくてツイッターで、なんか教えてくれるアカウントがあってですね、お知らせしてくれました。はい。で、あ、そんなアカウントあるんだなとか思いつつ、なんかちょっと感動しましたね。あ、今日俺1万日なんだって思ったんだけど、それを見たと同時に今日何もしてないなと思って なんかせめてね、まあなかなかない日なので、こんな日はなかなか来ないと思うので、せっかくなんでね、ライブ配信をしたいなって思いまして、はい。で、22時15分ぐらいまでこちらのインスタグラムの方でやりたいなと思っていまして、で、それ以降は CL というアプリを取っていただいてですね、CL という方で、配信したいと思います。ライブ配信自体は無料で見れます。で、アーカイブは、その CL に登録してる人が見れます。ということで、始めていきましょう。と言っても、今日何か目的があるとか、何を話すとか全然決めてないんですけども、とにかく塩の1万日生きたぞということで、皆さん お祝いしろや、みたいな感じです。はい、ということで、なんかね、質問とかせっかくなんでいろいろあれば答えていきたいなと思っておりますし、まあ、あとはね、ドラマ、今「探偵が早すぎる」というドラマがやっているんですけども、そちらについてだったりとか、あとは、9月9日に「ハイ&ロー・ザ・ワースト・クロス」という映画が上映されるので。そちらについても少し話したいなと思います。まあまだ話せることはほとんどないんですが、はい、なんか変になっちゃったけど、はい、話せたらなって思います。塩野さんの髪色は変わる予定はありますか？ないです、今のところは。しばらく黒でいこうかなというか、まあ黒ですかね。特に派手な色にするという予定はなかったりしますし、染めるっていう予定はないかな、今のところ。でも伸ばしたりとかはしたいなというか、するかなとは思います。伸ばしたり切ったり、長さは多分変わったりはすると思います、きっと。まあ本当はでもその時の作品作品によってなので。あ、そうだ、あとですね、まあ何て言うんでしょう、まあ、しばらくできていなかったことがもしかしたらちょっと近々の発表でできるかもという、お知らせができるかもしれないので、ちょっと気になる方は塩野のインスタやらツイッターやらを逐一チェックしていただければなと思います。はい、僕にとってすごい嬉しいことだったので、まあね、皆さんも喜んでくれたらいいなと思う所存でございます。
毎週探偵が早すぎる、楽しみにして見ています、ありがとうございます。いやもう今前半戦というかね、第一章が終了みたいな感じで、はい、盛り上がってまいりました。はい、もうトリック返しがね毎週毎週行われていって、まあ、前回はこうチクマーガーさんとかがピンチになったりとかもありましたけど、まあその逆境もね乗り越えてというか、まあ余裕なんでしょうけど、チクマーガーさんがまだ暴れておりましたね。まだ見てない方もいると思うので、なるべく避けようとは思いますが、大谷もまだこれからも一応登場してくると思います。そのお話の本筋に絡んでくるかどうか、そして、まあ、いちかちゃんへの思いはいかにというところですけども、その辺を楽しみにしていただければなと思います。まだ見てません、見てください。 TVer とか Hulu で見れるので見逃し配信よろしくお願いします。あ、何ゆうたろうくん上唇かわいいですってどういうこと？初めて言われたんだけど、上唇かわいいですこれ。初めて言われたよ、上唇かわいいです、ありがとうございます。ゆうたろうくんの上唇もかわいいですよ。探偵が早すぎるの現場で楽しかったことは何ですか？あ、これですね、まあちょっとどうでしょうね、まあ来週見れると思うんですけども、まああるシーンにある方々というか、うん、まあそうですね、なんて言うんだろう、うん、まああるシーンがすごく僕的に楽しくて、まあ裏側なんですけども、でそこでちょっとしたアドリブも入ったりして、滝藤さんがどうやら吹き込んだのかなっていうような、アドリブを、そこがちゃんと編集で使われてるかどうかは分かんないんですけども、うん、どこって言える、僕の口からはちょっとなかなか言えないんですけども、ちょっとんおやおやってこうなんかそういう疑いの目で見てたらちょっと分かるようなシーンだと思います。はい、うん、まあ、一つ言うと、まあ、僕といちかちゃんが、まあ、広瀬アリスちゃんですねがいるあるとあるワンシーン、駐車場での一コマです。はい、それだけ言っときます。初めて人のファスナーになりたいと思いました、ゆうたろうくん、変なコメントするのやめてもらっていいですか？ね、絶対茶化しに来てるでしょ、これこれね、これになりたいと。まあこれになったらね、こうたまにねこうやってこうやってイジイジしてるからね、まあ、イジイジされたいということですね、ゆうたろうくんは。はい、滝藤さんの私服はおしゃれですか？もうめちゃめちゃおしゃれです。はい、滝藤さんの本があるんですけども、そちらで私服で毎ページ毎ページ違う私服でコーディネートを組まれている写真集みたいなものがあるんですけど、よければそちら見ていただければ、滝藤さんのそのおしゃれさが身に染みて分かると思います。めちゃめちゃおしゃれでかつ面白い本でした。あ、カズマ？嘘、カズマ、カズマ、カズマのコメント、カズマのコメントいなくなっちゃった。あ、いなくなっちゃったっぽいですね。ゆうたろくん、ゆうたろくんめっちゃコメントしてくれる。実は昨日三木監督と会ってました。あ、そうなんだ。
ミキさんお元気ですかね。もう忙しそうですもんね。ミキ監督とはあの来世ではちゃんとします、まあワンツーともにだったりとか、他にもあの絶対 BL になる世界 VS 絶対 BL にならない男というあの作品とかを一緒にやらせていただきましたね。はい、とてもユーモアのある方で大好きですね。早いね、15分、もう11分だ。あともうちょっとですね。あ、カズマ、何お祝いしてくれてたんだ、ありがとう。会えてないんだよ、もう本当に。なんかね、気使っちゃうんだよね、忙しいだろうなって廃炉の話、まあ廃炉の話ですね、したいところではあるんですけど、なかなか喋れる機会はないんですけども、まあでもキャストも割と解禁されていって、まあまだまだこう楽しみな解禁は控えているんですけども、ひとまずまあ豪華なキャスト、そしてね、あの前回からのキャスト、そして今回新しく追加されたキャストも含めて、うん、とても盛り上がっておりますね。宮間涼希くんとか中本裕太くんとかが参加して、まあやっぱりすごいですね、盛り上がりようが裕太くんとは、あの裕太くんのそのストーリーの方であったんですけども、乗せてくれたんですけども、一緒に表参道を歩いたりしましたね。はい、歩いたりしましたというか、まあ本当に遊んでました、その日は。めちゃめちゃ買い物行ったりとか、パンケーキ食べたりとかしました。あとは何でしょうね、まあ、また新しい高校の、ね、制服が真っ赤でパンチありますよね。そして今回宝泉はどう関わってくるのかっていうところですよね。宝泉メンバーとも本当に、もう会えたのが本当に嬉しくて、ずっと現場で輪になって話してましたね、相変わらずはい、うん、お芝居のことからそうじゃないことから、なんかいろんな話、ずっと話が尽きなくてですね、まあ、小柳慎くんを筆頭にすごい喋ってくれて盛り上げてくれるんで、本当にありがたい先輩ですね、大好きですね。あのこの間っていうか、もう本当昨日の話なんですけど、慎くんが先日まで出ていた僕のヒーローアカデミアの舞台ですね、でそちらの方をあの、まあ、見に行けなかったんですけども、あの、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、ちょこっとこうこんな様子だったよっていうのを見せてくれて LINE くれました、すごい嬉しかったです、まあ、そんな話も現場でしてたので、はい、マスキュラすごい似合ってました。ハイロ前作は見れなかったのですが、それで最新を見ても大丈夫でしょうか。あ、前作っていうのはワーストのことかな。ワーストは、まあ、できれば見てほしいですけど、まあ、見なくても分かるとは思いますが、でも配信とかでもう結構どこの配信でもハイ&ローザワーストはあるので、ネットフリックスやったりとか Hulu とかあるので、ぜひそちらは見ていただきたいですね。
できればよろしくお願いします。ということで、16分になってしまいました。なんか全然拾えなかった、ごめんね本当に。ありがとう本当に。結構来てくれましたね、嬉しいです。またやる機会があったらぜひ参加してください。あケンくん、ケンくんおめでとうございます。今日もかっこいいです、失礼しましたみんな優しいな、コメントくれて優しいな、ありがとう。そう、1万日でした。ということで本当にここまでなんとかやってこれたのも、まあ、まずはこの体を授けてくださった人もそうだし、そしてこれまで支えてくれたね皆さんにも本当に感謝しております。まだまだ、皆さんのことを楽しませられるような作品に、まあ、作品も控えておりますので、ぜひそちらをチェック、もしくは足を運ぶ機会もあるかもしれないので見に来ていただけたら嬉しいです。そしてこれからも、塩泣きさをよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。じゃあ CL、 この後 CL で、じゃあね。